そんなゲームが。おくま様がたくさんいらっしゃるんだよね。We are the We are だけ歌って27点出した。それはそれである意味強いかもしれん。富名声やばい、著作権か。食べなそう。イワシはね食べれるよ私、多分全然食べれる。ダンジョン飯見てるわ。いいね、ダンジョン飯。こんにちは。私はね、最近というかね、昨日なんだけどね、TikTok をチラチラとね見てたら、宝塚さんのね動画が流れてきて、なんかそのちっちゃい頃もう何回か見たことあるんだけど、ちっちゃい頃はよく分かんなかったの。なんか歌うまいなすごいなぐらいにしか思ってなくて。そうでね、この年になって改めて見てみたら、え、なんかめっちゃ面白いじゃんってなって、昨日宝塚歌劇団の方々の動画をねこう見てたんですが、めっちゃ面白いじゃん、えってなって、昨日めっちゃ見てた。涙ボロボロ流しながら見てた昨日。団子三兄弟が入った時行ってみて、生まれてる、いや多分生まれてないんじゃない、いつだっけ団子三兄弟が入ったの。メロディーが釣られちゃったり間違える時が面白かった。いいねそのゲーム、見てみたいかも。そんなゲームがあったんだ。のぼさんこんにちは。お湯入れて早い15分経ってた。やばい、食べて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 、車でぶち込んだ隙間。クマさん恐れかいわい。クマさんかいな。こんにちは。あ、こんばんは。このクマさんね、目が取れちゃったんですよ。舞台のお仕事ね、やってみたいよね。宝塚歌劇団、宝塚さんのやつを見てさらにやりたくなった舞台は。できるとは限らないけど。メンバーでいた、マジ頑張ってください、応援してます、ありがとう、頑張ります、いらっしゃい。あ、舞台といえば知ってる人いるかな、わかんない、どうだろう、悪の娘ミュージカル、ミュージカルだあれ、舞台というよりミュージカルか、あれもね見に行きたいんだよな、悪の娘のミュージカル。マジカルバナナ知ってるよ、マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色ってやつでしょ、めっちゃやってた。めっちゃやってた、これ暇つぶしに。高野さん初見ありがとう、こんにちは、こんにちは。あ、生まれてない生まれてない、私生まれたの2007年とか。1999年。ミュージカルも見に行きたいね一回。殺戮の天使のさ舞台ミュージカルが今度やるって聞いて、マジと思って、ちょっと見に行きたいなってなってるけど、見に行けるかどうかはあれです。劇団四季のライオンキング見たことある、私見たことあるのかな、劇団四季さんの。なんかそのね、小学校の時にあれ劇団四季さんだったのかな、何回か学校に来てもらってその舞台をね見たことがあるんだよ。あれ劇団四季さんだったのかな、どうなんだろう。エホ巻き食べながら見るんだよ、いいね、エホ巻き食べな。写真出して本当ですか、3位以内に入れたら。3位以内に入れたら、ビビリアうまいよね、あれ踊って踊る、踊って歌うやつ、そう、生まれたの遅すぎ。遅すぎ、あれは知ってるんだね、めっちゃ知ってる、マジカルバナナは、私あれも知ってるよ、なんだっけ、なんだっけあの
ちょっと待って、後半ブン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 押してるらしい。あれは知ってるよ。知らなかった。人生転生しすぎ。アニメの実写舞台出られたらいいよね。いやー、それはもう最高と言わざるを得ないかもしれない。出れたらサソリクロ先生2025年見れたらいいな。テレキバーガー好き。テレキバーガーうまいよね。あれ劇団四季さんではなかったと思う。なんか何回か舞台見させてもらったことがあって、多分その時から演技してみたいって思ったんだと思う。あれがきっかけだったのかな、私がしたいって思ったの。一番最初にしたいなって思ったの。アニメ実写舞台なら誰を演じてみたい。難しい。めっちゃ難しい。あの、何のアニメが好きですかって言われるぐらい難しいかも。あー、誰だろう。めっちゃやりたい。あ、そう、カズドリダンゲームだ。そう、知ってるよ。こんにちは。ニューヨークのブロードウェイでレ・ミゼラブル見たことあるよ。見たことないかもな。あ、なんかそういうの見てみたいね。見に来てーなー、舞台やったら。こんにちは、転生者にしよう。いいね。どうする？何する？と言って、ビール飲んでもいいよ。飲みな飲みな飲みな。今日は節分です。翔さんの天才楽しみ、わかる。めっちゃ見たあれ。天スラ天スラと思って、そう、あの決まりましたっていうあれが流れてきて X で、天スラ、え、ちょっと一瞬目を疑ったもんね。天スラマジですかみたいな、びっくりしちゃった。のりさん、夏ありがとう。今こういうゲームやるテレビ番組ってほんとなくなっちゃったよね。なくなったね、全然なくなっちゃったよね。こんにちは、めっちゃ見てたんだよな昔。こんにちは。テンスラはね、天才だと思った。テンスラマジみたいな。強すぎ強すぎ、さすがに強すぎ。まあまあ言ってらっしゃる。で、舞台はいつかやってみたいな。転スラするなら何役だ私。何役なんだろう。ワン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 。遠慮なくビール持ってきた。いいじゃんいいじゃん。黒い似合いそう。マジ？やってみたい。推しの子の舞台も見てみたい。わかる？演技できる自信はないけど、やってみたいよね。やりたいよね。転生できるなら何になりたい？何になりたいだろう。魔法は使ってみたいよね。魔法が使ってみたいのはそう。ね、なんか主人公最強もの多いよね。嬉しい、めっちゃ嬉しい。天才天才です。天空舞台見たいね。あれ、こんにちは。ちょっとめっちゃ考えた。いや、なんか行きたいとこありすぎるなと思って。何の魔法使いたい？
なんか私ねずっとなんかね水魔法が好きなんだよ。なんか属性で言うなら水魔法がめっちゃ好き。こんにちは、いらっしゃい。ミリム？ミリム、ミリムマ？いいね。なんか私のミリムって想像できないかもな。ミリムナーブなのだ。そうなのかとか言ってこのスバ見たことないけど、なんかなんとなくわかる。水魔法好きなんだよね。え、マジムリ学園さいいよね。めっちゃ好きあれめっちゃ好きあれ。マジじゃてっぺんに行くって溺れてますか。ガハガハ。水魔法が好きなんです私は。水とか氷とかが好き。こんにちは。いらっしゃい。ふふふふふ。なんかね、STU メンバーでそういう何マジムリ学園とかさそういう感じのやつなんかできたらいいね。確かに戦隊ものも似合ってそうやりたーいやりたい、全然やりたいかも。仮面ライダーめっちゃ好きだったよめっちゃ見てたもん仮面ライダー。リアルにお姫様の格好する舞台とかぴったりだと思うな。やりたい。お姫様の格好する舞台ってなんだろうね。やりたい。精霊召喚で熊の醍醐味で熊熊熊部屋いいね。熊ちゃんしく精霊召喚するなら熊だな。やっぱりやりたい。何になってて星になっちゃってるよ。やばい英語が読めない現象発生、発生してる。セルフィッシュ、セルフィッシュが読めないわ。セラミック、セラミか。セラミ、セラミさ、なんかセラミの話をさ何とか聞くことあるけど、やってみたいし見たいよね多分あれ。みんなセラミやってみたいもん全然やってみたい。何回か聞いたことあるけど、いやーね、だから上げ出したらマジで切れないよね。やりたい、やりたいことをあげ出したらキリがない。それはそうなんだよね。船がないからセルアミはあれなんだろうなって思ってる。うーんって感じじゃん。船ないと。やりたいね。でもシェアグ君ありがとう、頑張って、ありがとう、頑張るよ。どうした私の、どうしたえ、待って、何セラミはね生では見たことない。
こんにちは、初見やん、初見やでいらっしゃい、いらっしゃい、お初、あだす、船に転生するしかないマジ。船をいつかね復活できるかな。いやー、できてなかったのか俺知らんかったんかーい、初めていらっしゃい。初見だぞ。雰囲気見てびっくりした、ギャルやんギャルやん、おもろ、ギャルなんかなあれ。めっちゃ元気よ、テンション高いお母さんです。他のロムがたくさん転生されてきたねいらっしゃいませようこそいらっしゃい。今旅行行けるならどこ行きたい？どこ行こうかな。どこ行く？大阪とか行きたいな。クラコン見てよ。見た、マジ？ありがとう。一ノ瀬さん、よく言われるんよ私、一ノ瀬さんにめっちゃ似てるって言われる。ありがたいことに、本当にありがとうございます。本当にクラコンもろかった。ほとんど神戸でやってたのかな、多分。そう、セルアミね、見たいよね、みんな。私もやりたい。 NGT さんとのコラボ配信どうだった？なんか初めての多文化交流初めてではないけど、このあんな感じで交流するの初めてだったから、すごい緊張もそうだけど、でそれよりあの美味しかった美味しかったなが強いかもな。めっちゃ美味しかっためっちゃ美味しかったんだよね。ステージが揺れるのでびっくりした。確かにステージが揺れる中よく踊ってたなって思うもん、今思ったら。行く前に言ってねオッケー。新幹線行ったから、ハローキティ新幹線でわい乗りたいな。サコちゃんマジ選抜入ると思っとるから、うおー、ありがとう、マジでありがとうね。めっちゃ元気だねそれやっぱ言われるんよね、一ノ瀬さんにね似てるってよくありがたいことにね言われる。今年こそ入りたいね、次こそ選抜に。ここで側転できたら天才かも。荷物動くの難しかった。荷物がさ、あれ無理じゃないあれはね無理だと思うよ、無理だねあれはちょっと難しいよ。なんかやる前もう絶対難しいだろうなって思ってたけど、やってみてもやっぱり難しかった。こんにちは、サラダホープマジうまい、めっちゃうまい。サラダホープもマジうまかった、タレカツ丼もうまかった、マジで美味しかった。あ、大塚さんマジです天才、んなことすごいよねマジですごすぎ。こんにちは、一番ツインテールに合ってるの誰？難しいね、それ。難しい質問来たよ。難しくない？めっちゃ難しいんだけど、私一番決めらんないかも。誰だろう。難しいアニメ一番決められないみたいな感じになってる。年下だ、知った時びっくりしたよ、めっちゃ年下だよ。しかも2センチよりも若いって。そうだよ、ももちゃんよりも若い2期生最年少をやらせていただいております。
今16歳です。あの3月14日ホワイトデーの日に17になる。でも一応2007年生まれだけど2006の代ではあるけど、早生まれだから2007の Now16歳。くる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 ね、かわいいね、めっちゃ話しかけてきてくれる、かわいいねって床じゃなくてマットだったよね。あ、マットだったんだ。今つ床はね、あれね、床でやるもんじゃないね、マジで。誰と何の曲やってみたい？またまた難しい。さっきのさ、ツインテールのやつさ、ずっとさ、このコメント読みながら考えてたんだけどさ、エリーさん、エリーさんのツインテールめっちゃ好きなんやね、私。なんかそう、直接お会いした時もそうだったけど、可愛いね、やっぱり顔ちっちゃい顔ちっちゃい、ツインテールがよく似合う、マジで。すごいわマジで、会えてよかったって感じ。あの時、こんにちは、明日の、明日は明日の風が吹くさん、式ありがとう。こんにちは。クラコンで今まで一番楽しかった企画は、え、なんだろう、一番楽しかった企画なんだろうそれはそれで難しいかも。なんだろう、なんだろう一番楽しかった企画でしょ、一番楽しかったやつでしょ、なんだろうな、なんかどれも大変だった気がするけど、あのクラコン美術館はね、私割と好きなんだよね、あれなんかシュールで面白いじゃん、あれ。なんかね、そのタレカツの昔ガストで食べれてたらしい。食べたか、食べとけばよかった。私いたのかな、その時こんにちは、ももちゃん。ももちゃんね、悲しいね、早いね、早いよ本当にちょっと早いから、ももちゃん。山巻き食べてみました、おかえり、美味しかった。ちらちら、いらっしゃい。ひえ、俺あと2日で20歳だ。まあ同世代20歳は、おお、成人じゃん、おめでとう。お酒飲めるじゃん、あと2日で。どうするの、エリーさん。いいよね、ツインって。メタンの研究生の推しは、難しい難しい。サンキちゃんを、サンキちゃん、サンキちゃんとの絡みが本当になすぎて、なすぎるからあれなんだけど、 2.5 期は私はくるくるかな、やっぱりくるくるかな。いつか新潟の五体ラーメン食べるというね、食べに行きたい、マジで食べたい。こんにちは、ラーメン食べたい。矢口さん、だるまさん、ありがとう。こんにちは、かもしさんよいやいや、ありがとうございます。オオカミとプライドみたい。うわ、ももちゃんとやり、うわー、やりたいね、なんか、やりたいね、それ。こんにちは、
全部昔握手会行ったことある。マジ？どんなんやった？こんにちは、今もすぐからこのどっちが大変。どっちも大変だけど、割とクラコンの方が大変かも。クラコンの方が大変かもしんないな、私的には。なんかイモースってその時の曲内容にもよるけど、クラコンって常に大変な気がするな。あれはシュールすぎる。ちょ、クラコンはねシュールだよね、わかる。時計の音機めっちゃ近くに時計あるんだよね。一生電池抜いてないから。こんばんは。自分のやった自信作は何？何やったっけ私、クラコンって。何やったっけマジで、それすら覚えてないぐらいにはいろいろやった気がするな。なんかいろいろやったよね。こんばんは、お疲れ様です。クラコンは全てシュールです。納得いかんマジ。ツインテール、くるくる年齢近い。そう、くるくる年齢近いし、クラコン地味に何がやれるって聞いたって。こんにちは、いらっしゃい。無茶ぶり企画、クラコンはね無茶ぶりでしかないよ、常に。本当に、あ、こんなの考えられるんですね、すごいねって思うもん毎回。こんな企画出てくるんだっていう。そろそろドンポジ一発芸いいんじゃないってなってるけどね。そろそろいいんじゃないかな。ちょっとそろそろネタなくなってきたよって感じ。1億人にバズれんの、1億人にバズれんのめっちゃおもろいよね、あれ。私もやりたいなって感じ。催眠術やってみたい。こんにちは。姫できる？無理無理です、全然無理。全然無理だね。あの虫自体がそもそも好きじゃないし、あの爬虫類系って言ったらいいの、もうあの遠くで見る分にはいいし、あのゲージに入ってるのを見る分にはいいけど、実際にこの近くで直接見て触るってなったらちょっと無理かもしれない。ちょっと難しいかもなって言われてる。ゲージじゃないって言われたもんね。それはそう、芸人ではないんだよね本当に。クラコンどっちかっていうと芸人魂。催眠にかかればいけるかも。いけるかな、どうだろう。どうなんだろう。クラコンが地上波で流れてるなんかおもろいよね。それはなんかもう分かる気がする。クラコン地上波で締めとらんわ。虫やだーやだーいやー。虫だけはご勘弁ください。 NG、 もう絶対的 NG。 本当に嫌。こんにちは。でこんなこと言ってたらねでやらされるんだけど、やだなーやだな。滝行もなんかすごいなって思った。私絶対無理。嫌だ。あ、そう、鎖修行さ登ってたじゃん、三期生ちゃんが。私も登った、それ登ったよ、同じのと思いながら言ってた。同じの、本当に同じの登ったよ私も。あれプライベートで尾道行った時に登りました。あら、どうも。石や聞こえた、キモ置くとこある、おいも。あれってなんか鬼がいる。怖いぞ。恵方巻き持ってきてくれました、マミーが。マミーだよ、天の声さんです。マミーだよ、誕生日を迎えた天の声さん。そこはちょっといいかな。誕生日を迎えました。うん、あ、おめでとうって。ありがとう。
おめでとうって。こんばんはわん。こんばんは。おめでとうって。ありがとうございます。こんばんは。え、何時？六時。はい。食べてよ。遅いっけ。あ、聞いてないんだけど。聞いちゃダメよ。どっちって言った？東北東の東寄り。どこ？ちょっとね。こっちや。え、絶対無理やん。後ろ向いて。配信中ちょっと無理かもしれん。うん、一瞬後ろ向いたらいいね。難しいことよね。こっちよ。ここなの。そうそうそう。はい。はい。多分味ない化粧つけて。永遠の18歳。ドヤ顔してる。そう、無言で食べないといかんけんさ、配信中無理やん。じゃあママしゃべっとったのか。それそうじゃないですか。ママ歌っとったのか。じゃあ食べるの遅いじゃん。何を食べこうか。歌う。ハモっとこうか。ハモリしかおらんけど。ハモしかおらんけど。じゃあダメか。ひめが歌うしかないやん。うん、そうね。とりあえず食べてね。うん。あ、豆。ちゃんと入れとるよ。それでいきましょう。食べてよ。うん。帰ってった。豆。さすがに配信中には食べれないかもな、恵方巻き。自分で作った恵方巻き。食べるの遅いけどさ、恵方巻きって長いじゃん、ちょっと大きいじゃん。食べるの遅いけん、ちょっと後で食べようかな。人参は食べれないことはない。17、そう、17個以上はあるけどね、これ全然多分数え年。うん、兜の鬼。え、これ眉毛バットじゃん。鼻ボール。食べれないことはないけど、好んで食べはしないかなって感じ。さすがにちっちゃくない？取れなくなっちゃった。自分の地元の会社ですよ、マジ。これ書いてある。節分にそば食べる派？いや、食べないね、節分にそばは。ママ。ちょっと待って。一回ちょっと待ってて。よいしょ。
テレビじゃ。お茶をもらってきました。さすがにあの豆を水分出して食べるのはきつかった。ただいまグリーンピースあげたやついいじゃん。食べな食べな誰が鬼に似合うかね。誰が鬼に似合うかね。誰だろう。沖さんなら多分ね、迷わずサラピって言うと思うけど。こんばんは。初見です。頑張ってください。ありがとう。なぎまるさん、ありがとうございます。こんばんは。はじめまして。はじめまして。どうも。リコチがいいんじゃない？確かに。リコチは全然ありかも。毎年年齢分の豆食べとる？うん、一旦、うん、まあ、地味に、そう。なんか一旦年齢分食べて、その後も気にせず食べてる豆。ロールケーキを節分に食べるよ。へえ、そう、なんかやっぱ地域によって違うんだね。この前原大公園でサラフ聞いてたね。ねえ、あれね、おもろかった。しおさんもなかなかによ。マジ？お庭落ちになる。やばすぎ。それはやばい。ね、サラピリーダー。マジですごい。巻いてれば何でもいいみたい。へえ。恵方巻き文化ってなんかいっぱいあるよね。サラピはしっかりしてます。誰目線。周りめっちゃ見てるからサラピって。鬼のコスプレ持ってそう。あ、なんか持ってそう。わかる。なんかめっちゃ持ってそう。リコチなんかイメージあるわ。イメージできるわ。タコさん、こんばんは。初見ありがとう。タコさん？ゆうこさん？どっち？私の家はね、切らずに方向を向いて食べきるまで無言で食べるよ、私の家。鶴尾山登って挫折して、お、弱お。山めっちゃ登ってる。大丈夫そう？
元気？元気って聞き方もおかしいな。平和です。私の配信はいつでも。なんかね、恵方巻きって丸々一本そのまま食べるのはよく聞く。鬼のなりきりま。待って、うん、待って、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って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 、情報がいっぱい来てる今。え、マジ？マジ？ちょっと待って待って、ちょっと待って、一回待って。マジ？What？ Wow！ マジ？ひなさん、ひなさん？あれ？マジ？ひなさんがチャットにて卒業発表らしい。マジ？あれかな、あれかなというあれもないわ。マジ？オーマイガー、わお。ちょっと待って、ラッシュラッシュ、卒業ラッシュ。ダメだよ、2期生お願い、頑張るしかない。もしかしてこれから2期の時代が本当にやってきちゃう。私は卒業しないよ、全然大丈夫だよ。安心して、それは。あーね、やばいよ、みんなわかるんだよね、予感はあるんだよな。ラッシュすぎ、さすがに卒業ラッシュが過ぎるかも。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー。え、めっちゃ消えてくじゃん。ね、連日発表震えるね。確かに生誕以外の公演怖いわ。いやー、え、わかる。なんかさ、その卒業でさ、マジかってなって一気に沈むじゃん。で、頑張って上がろうとしてる時にもう一回接ぎ合ってガードして、これが何回か続いてすっわおわお、ハロー、いらっしゃい。もらい泣きしそう。いやー、
涙はもらい泣きするよ。マジマジか。ちょっと落ち着こうこんばんは。本気で本当にニキが本当にニキ頑張らなきゃいけない時になってた。なってきた。そのマジで。ね、石田みなみさんとさ岩田ひなさんのあのペアさめっちゃ良かったけどなくなっちゃうね。ねえりちゃん、りさこちゃんがさイラスト自体もあったし。だどうしたどうしたマジで。わかる。発表のない普通の生誕以外の公演ないのかな。瀬戸内ツアーどうなのかな。確かに。で、ミキが頑張る時期になってきたかもしれないね。本当にそうかもしれない。ちょっと連続すぎるか。一旦ちょっと連続すぎるな。びっくりしちゃう。いらっしゃい、初訪問たくさん。7年目だしね。世代交代の時期はそうかもしれないかもしれないけど、ちょっとラッシュだな。もうなんか落ち着くための逆にポリポリ。目玉をしますもうおいでおいでおいで。私あの私あと10年も卒業しないから絶対。ねちょっとここら辺でちょっと一旦うち止めしてほしいよね。こんばんは受験アキーさんありがとう。いやーわかる。せめてさ、せめて次のツアーはやりたかったね。10周年とは言わず。いや30年だ。やばすぎるで。30年はやばいで。私はね、びっくりしていくよ。私はゆっくりしたからそこは安心してほしいけど。え多分選抜メンバーめちゃめちゃ変わると思う次の。だって一気に消えちゃうじゃん。どうなるかな。6人7人とかでしょ。やばいね。やばいよ。どうだろう。いやーねー、でも卒業ラッシュ卒業いっぱいあるけど、みんな気分が静まっちゃうね。ダメだね。元気に行こう。
元気に行こうぜ。多分卒業発表したメンバーも、あ、そこの連続発表するって結構考えたんだと思うね。いろいろ連続で発表したらさ、絶対しんみりした空気になると分かってるじゃん、メンバー側も。だけどそれでも言うってことは、それだけの多分決意とかもあったんだと思うから、みんな元気で行こうぜ笑って送ってあげようぜ。それが多分メンバーのためでもある気がするって言ってる私が多分ね一番泣くんだと思うけどって言ってる私がね絶対一番泣くけどこれだけは言っとく、マジで絶対一番泣くからあれなんだけど、まあでもね、そう、私が一番泣くのはあれなんだけど、でもやっぱね卒業発表ってだいぶ勇気いるし、それをしかもさ連日続きでやっちゃうってさ、もっと多分勇気いると思うからさ、私がやったことじゃないんだけどね全然。でまあね、悲しいのは本当そうだけど、元気でいつも通り、いつも通りやりつつ、その中でちゃんと思い出作って笑顔で見送ろうぜ。次の選抜は入りたいね、マジで。そう、いやマジでもう一回言っとくけど、私は絶対泣くマジで絶対泣くから、本当に絶対泣くからあれなんだけど、ゆうちゃん初期ありがとう、はじめまして、いらっしゃい。いやーそれにしてもめっちゃやったね、キセさんやばいね。公園ね、多分昔より全然減ったと、減ったよね多分。そうだ、だよね。みんな私が泣いてるの見てみんなも泣くし、みんなが泣いてるの見て私も泣くから、連鎖連鎖うん、終わらない連鎖が続くよ。みちさんの時はね号泣だと思うよ多分大変大変なことになる絶対、だし涙腺がいやーでもね一気に来たね、やっぱりびっくりしちゃうわ。だ全部知らなかったもん、全部知らなかったから。なんかそう、逆にさ衝撃と驚きと悲しさでさ涙すら出てこないってあるよね。私もあるもん。いやそう、後輩がさ、後輩 2.5 期とかさ3期生ちゃんがさすごい邪魔だからってのもあるんだろうね。どうなんだろうそこは。卒業公演も絶対泣くし、卒コンも絶対泣くし多分ダメだと思う。
はい、ハロー。こんばんは。いらっしゃい、初訪問。託されましたな。本当に。未期生。びっくりした。なに。待って。めっちゃびっくりした。びっくりした。え？びっくりした。なんかやってる。びっくりしちゃった今。めっちゃびっくりした。なに？味噌汁でーす。味噌汁食べてる。なんかやってるかも。なんかやってる。な、外で。いや、警察ではないと思う。多分地域の人がなんかやってるんだと思うけど、何してるかはマジで分かんない。本当にね、本当に怖いんだけど。今のは防ぎようはないけど、マジで防ぎようはないけど、びっくりした。急に大声出すじゃん。やめて。何の話してたっけ。ああ、卒業のやつか。託されました。2期生も 2.5 期生もさきちえちゃんも。少し和んだ。それはそうかも。いやーね、ずっと悲しいムードでいてもあれだからね。元気でやってこうぜ。ごめんね、トゲの音はマジごめんね。それはほんとごめんだわ。離れて話すご。はい、来た、ごめんなさーい。はーい、すっごいやるじゃん。なにびっくり。なんかね、マジでなんかやってる。なんか言ってる。2期はもう大丈夫よね。大丈夫だと信じたいな、私も。ちょっと2期生がさらに卒業発表するってなったら私死んじゃうかもしれない。ちょっとそれは聞いてないってなる。ももちゃんでさえ結構衝撃的だったのにびっくりしちゃう。なんかもう頭の整理追いつかん。2日連続卒業発表はそれはそう。なんかね、まさかさ連日で卒業発表終わると思ってないしさ、こっちもびっくりするよね。私もびっくりしたもん今。まさかだった。いやー、ももちゃんはねマジでびっくりした。なんかちょ、年齢的な話す時もそうだけど、話もそうだけど、やっぱり私とさまだ近い方だからさ、もうちょっといると思うしさ、早いね。ちょっとももちゃん早いよ。本当に危ない時はもう一人してするってか、何してるのかそもそも分かってないんだよね。やっぱみんな
感じるんだ。公演とかってさ、公演とかで卒業発表する人ってかとかってさ、やっぱ雰囲気感じるんだね。なんか一緒に踊ってる時はそこでもそうでもないけど、ちょっとごめんなさいとかっていうセリフが入った時は、あーあーってなるのはなるかな。来ちゃったかーってなっちゃうけど、それまでは特に感じないかもしれない。味噌汁食べてました。いやー、ももちゃんはねびっくりするよね。アンピとかもさ、リンコもさ、美穂もさ、タンもそうだったけど、マジで衝撃がすごい早いよ、ももちゃん。オキさんは私前もね一回言ったことあるけど、あの楽屋で、その本番当日の楽屋で、私あのたまたまオキさんと場所が近いところに座ってて、だからそのオキさんとかがマイキューさんとかね、その話してるのを聞いてたのよ。聞いてたっていうか耳に入ってきてたのよ。だからそれか卒業関連の話してたから、その時に若干あーオーマイガーってなってたから、その沖さんの時は卒業発表した時にそこまで衝撃ではなかったけど、いやー、みなみさんとかひなさんはびっくりしたな。ももちゃん、ももちゃんこそびっくりだな、本当に。後輩に譲ろうってなってるかもね、そろそろ。どうなんだろう。あ、そう、ココアさんが来た時、そう、来たのは、確かに、確かにね、言うなら口で言ってほしいな。確かに、ショールームとかでもいいけど、まあでも公園どうなんだろうね。公園かショールームか、どっちがみんな的にはいいんだろう。卒業発表を聞くなら、そう、ココアさんがね止めに来たやつで、生誕祭の卒業発表はちょっとあれだね、辛いけど、やっぱ公演なんだね。みんなやっぱ公演だよね。ショールームよりはやっぱ公演だよね。私もそう思う。確かに公演は反応が見えるもんね。タイミングが合わなかったんかな、多分ももちゃんは公演でやりたかったけど。制
セタはそう、センターはさすがにあれだけど、帰りは落ち込まない、ほんとそう、それはそう、私もそう。2期生も減ったよねもう14人だって、あんなにいたのに早すぎ。もっちゃん、早いね。公演必ず来てほしい、アピールはしてほしいかも。なるほどね。まあもう全然10年後の話だけどねそれはそう、私は全然10年後、15年後ぐらいの話だけど、まあタイミング次第だよね。こんばんは、マルガン最初にありがとう。こんばんは。確かに自分の生誕で言うのは、その時は自分の推しの人が多いっていうのはあるかも。確かにね、推してくれてるファンの人直接目の前で言いたいのは、それはそう。もう同期だけで16人公演はねできないよ。一回僕隊やりたかったな、16人いる時に。心残りそれだけかも。生誕祭での卒業発表は控える。あれはね、卒業発表する時はさすがに生誕ではしないと思う。10年後もこれマジ全然いいけど。ねえ減っちゃったね、マジで。卒業生召喚しちゃう、あり、全然あり。ユニット再編成ありそう。どうなんだろう、どうなんだろうね。でもありそうではある、全然ありそう。再編成か兼任かとかがありそう。気にせんで、え、気にせんで。まあそうだね、10年経ってもうちまだ26よ。全然やれるよ、まだ全然やれるは嘘だわ。どうだろう、その時次第。言葉おかしいよねさっきから、さっきから聞き分けど言葉が超おかしいよね。日本語下手なんです知ってる日本語下手なんです。下で突っ込みよった、なんでなん上まで来てや上かなと思うじゃん、いっぱいいつも出たらさ。いや、望んどるよみんな。マジどうしよう、うん。歌うみんな全然ね聞くと思うけど聞いてくれるんかね。聞いてくれると思う。下では歌うよけどね。うん、知ってる。何が？びっくりしたやつ。ああ、卒業発表のやつ。あ、何の話？どれ？外、外で。ああ、外のやつ。外のやつ。え、警察なの？うん、黒い車とかだよ。何したの？オーマイガー、びっくりした、本当に。警察でした。ママは汚れてないの？ママじゃないね。ママいい子やもん。さすがにママ呼ばれたらひめくが止めに入る。いや、ママいい子よ。
何よりもいい。これなれしたんやろね、びっくり怖いねママいい子やけん。ママいい子よ。みんなよし取ると思ってる。ママいい子。ママだったらさすがにびっくりするよ。いやいや、ちょっとおらんし。黒い車って言われても死ぬし。死ぬ。え、ほんまに食べよ私。え、おまき食べるときに突然怖すぎる。ビビるよ、ね、ママだったらね、秘宝発動マジで。そう、天の声さんいい子です。なんだ、なんだ、ママ言うか。ママいつも頼るけど。そうね、だ今最後何を歌ってした。え？最後に雨を歌ってた。何？ああ。でハモリでね、前に歌った疲れたやつ。ハモリをやりおるけ。そうそう、楽しいだね。疲れるよ、ね、本気で歌ったら。うん、してる。汗かく、汗かくぐらい歌うってなかなかないけどね。歌い出せ止まらんじゃん。うん、わかるけど。そうだろう。うん。問題そこない。歌い出せ止まらんじゃん。ママさんの最近のおすすめ曲は。曲？こんばんは。史上最近じゃないか。最近じゃないね。あ、そう。最近じゃないけど知ってる人少ないんじゃないかな。そう、めっちゃいい曲じゃん。どうなんだろう。めっちゃ元気出るよね。めっちゃ好きやね、ママ。まあ、ずっとしとるのあれよね。未来へ。なんだっけ、歌いながら泣くけ。ナオトインテライミさんね。そう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 。そう、あのナオトインテライミさんの私の知識はママから来とるけ。そうそうそう。ママが一生聴きよるけん私も歌詞全部覚えちゃったみたいな。歌超うまそう。ママは歌うまいよ。いや言うてもよ。こんばんは。ありがとうございます。汚すぎて。カーニバル。カーニバル違う。もう元気出るけど。あれ好き、お嫁か。カーニバルはまあいいけど、違う違う。あー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 。ちょっと違う。こんばんは。ママのお箱。ん？ママのお箱。昔は、いや、でもこれ言ったらバレるじゃんねえの。ねえ。これとバレるじゃんねえんだよな。バレるね。イケちゃんのパパボイストレーナーな。強っ。マジ強くない。イケちゃんうまいわ。強いね、それ。ママもお願いしようか。うーん、マジ。おう。え、ママピアノ弾けるよ。ママはピアノが弾けます。絶対音感、あ、いいと思う。相対音感なのかな、ママ。聞いたら弾けるね。一回曲聞いたら、今日ピアノが弾けちゃうやつね。あれ、なんかサキセさんにおらんかったっけ、最後。そんな、負けとれん。負けとれん。負けず嫌いじゃけん、負けとれん。ママに歌を教わろう。ママ、それ言うて私多分ね、歌成長したよ、全然。もう成長してる。昔より、昔はやばかったけど、今は大丈夫だ。大丈夫だ。世代いけんやつだ。大丈夫だ。あ、そう、奥田ちゃんが、そう、奥田ちゃんがあの、ストリートピアノだっけ。えストリートピアノ、うん、弾いてるんよ、三期生ちゃんの。ああ、知っとる。奥田ちゃん。すごい、名残雪。いいね、名残雪。
名残雪もハモリ言ったり、歌を成長しました。ママのお墨付きです、うん、あれ、うん、昔はやばかったけど昔よりは昔よりは良くなったっていうのはお墨付き。上手くなったかはちょっとあれだけど、そうな、楽譜よく読むのは任せてほしい。楽譜読めるよ私。楽譜なくてもいけるのはママだけど、楽譜ないといけんけん普通は。相対音感だと思う。絶対音感なのかな、どうなんだろう。相対音感かな。私もよく分かってないけど。こんばんは。ひたすら歌ってたらいつの間にか上手くなってた。いいこと。もっと上手くなりなさい。うん、もう頑張るしかない。じゃあね。はい。バイバイ。もう取れる？ああ。あのほうれん草がね切れんかったんよ。ほうれん草切れんかった。でちょっとそれは見せれんわと思って、あと食べちゃう。うん。あと食べんちゃう。そう。ほうれん草が切れんかった。悲しい。ほうれん草が切れんかったんよ。もっと切れやかった。これどうしたらいい？ちょっと。どうしたらいいかな。あれもいいかな。大丈夫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 ね、頑張ってる。バイバイバイ。ピアノ歴何年くらい。私ピアノはねやってないんだよ。ピアノはやってないんだけど、あのマンドリンの影響で楽譜は読めるんだよ。ダンスもぐっと成長してると思ってます。アジですか、嬉しいね。いやなんか最近ね、最近じゃないな、上手い人のダンス、上手い人の動画をねちょくちょく見るよ、見てるよ今。あーこれすごい、わーこんなのもあるんだとかって思ってるだけなんだけど、全然それもあるのかな。ヒョン記号読める、頑張ったら頑張ったら。変音記号むずいけどね、正直難しいけど、あれに関しては。私あの楽譜の覚え方がね、小学校の時に習ったんだけど、味噌汁は味噌汁はで習ってるから、味噌汁でファーで習ったから一生覚えてるのこれ。で、ヘヨン記号がミがない、そうソシレファラからで覚えてたから楽譜を読めるんだよね。ダンスの時の指先が素晴らしいんよ。いやマジ嬉しいね。今何時だろう全然今何時だろう。ここの時計ね機能してるけどしてないんだよね。あれ時間早い、ちょっと待って、ちょうど50分。まあわお早いね。楽譜は読める、こんばんは。楽譜は読めるけど、19時までだからあと10分。早いね本当に。2時間、明日さお話し会じゃん。お話し会だっけ、お話し会だよね、明日お話し会だよね。また言います。あれお話し会だっけ、ちょっと待って、お話し会だよね、だよね。お話し会もよろしく、明日よろしくって感じ。あいさんもよろしく。お話し会のあれももろもろ加味して
と配信時間がどうなるかは分かんないけど、また言います。ちゃん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 ちゃらちゃん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 ちゃらちゃんちゃんちゃん、明日はよろしくね。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる。明日の配信の時間はまた知らせます。このさ、新しいショールームが新しい感じになったじゃん。新しい感じになったからさ、配信をした方がいい、この時間の区切りとかも多分変わってきたと思うんだけど、あれを私まだねいまいちつかめてないから、探り探りにはなると思うけど、よろしくお願いしますって感じで。そう、あのプロフィールにも書くし、配信予約もするますするます、だからそこも見てもらいつつかな。そうね、捨て星とかなくなったからさ、絶対楽じゃん絶対楽だからさ、またねちょっと変わってくるよね。まあ探り探りでやっていきましょうということで、100読みしますね。いきますよ。15時前と15時後で無料キラキラがそれぞれだった。はあ、なるほど。それも加味してやったらいいってこと。まあなるほどね、ちょっと考えるか。 OK、 じゃあ100読みいきます。いきます。きなぺっこシリウス357050、喜怒哀楽ひさまる K。わあ、読めない読めない読めないよ。マイキ石ころ人間 RHYMER ってなんて読むだろう。おっとっと、マッツーすもも竹直ハト、あずきだこ、トシダイダイ、ユーマディネ、みじんこ先輩、ひでじろ太郎、しょうかきひこ、トゥームームーまっちゃん、うしまど太郎、おうちゃん、ゆうきにゃ、ダース、はぐれまやし、かんもじ魔物なのか、これどうなんだろう。青青ツーよっちパンダ、わらび餅、長谷川、 GU、 ふうくろ、石川先輩、緑馬、顧問、のりとも、せいき、 KHK、 石ちゃん、洋次郎、ジャック、マピー、お、ダイアン、のりさん、渡辺、ちゅうちゅう、やす、ユナイテッド、こらこちゃんの王様、ドリオ、マーキュリー、ジェファー、ワーキー、サシスセス、おともはん、コパー、ハッチ、トッツァン、ザキヤマ、ヨヨヨのよ、お、変わった、ちょっと待って、読んでない人いる。金ひろ、ぽちゃぽちゃくん、なみ、はち、フェアチャイルド、電車さん、マリー、あすこ、フジポン、草を、はる、せひせひ、アルマサトリア、模様星人、ダイト、マイケル、ユイミ、エリオル、マーク、裏山、ウニ、タカパパ、昔からおじん、小山っち、ゼータン、柏木まさき、ふうにーさん、よしたけ、こがや、そっちゃんさん、よしち、ありがとうございました。15時までに1回、15時以降に1回すればよき。はぁ、あ、OK、 なるほど。だって簡単だね、簡単だった、めっちゃ簡単になってる。衣装も1日2回達成数140ゴールド。ほう、ありがとう。はい、ありがとう。 Thank you。 落ち座ショールーム、 Thank you very much。 ゆるできそうだったらまた X か X で言います。またできそうだったらね。ありがとうございました。
また明日のショールーム、明日もショールームとか、ショールームもお話し会もよろしくお願いします。おー、昔からおじいさんありがとう。ありがくまとわくまちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがくまとわ、ありがとうございます。ありがくまたわ、ありがとう、ありがとう、くまちゃんありがとう、ありがとう、ありがくまたわ、またね、またありがとう、また見に来てね、明日もよろしくこれからよろしくね、期間中も頑張ります。ありがとう、またできたらやります。ありがとう、19時になったら誰か教えて19時になったら誰か教えて。ありがとうございました。また明日、バイジャラボー。あと2分、いやー、ありがとうございました。本当にまだね、まだ余裕があった全然余裕あった、まだあと1分、また言います。あのプロフィールとかにも書くので、よければそちらもご参考に。わお、韓国語ありがとうございました。カムサハムニダー、カムサハムニダー、 Thank you、 またねー、ありがとう。30秒、あ、実況ありがとう、ありがとうございます。できない時も言ってほしい。あ、 OK、 できない時も言うし、できる時も言う。とりあえず逐一報告します。カムサハムニダー、恵方巻き食べます。ありがとう、また明日もよろしく。この後もできたらやります。